さあ皆さんゴールがあれば何があるかはいスタート地点がありますよねスタート地点を明らかにしていくその作業が棒線部分析になっていくんですねこれ皆さんが一番陥りがちなことなんですけれども棒線部が引かれていました答え考えなきゃな前見ようああそれっぽい答えがあったそれっぽいのがあった 後ろ見ようあでもこっちの方がいいかもしれないなっていういわゆるなんとなく前後を見るという作業をしちゃっていませんかっていう話なのね。そななんとなくってどういう意意図図があるんですか意図のない作業、これやめましょうね。理由の問題について言うと理由は防線部部分がこれ結果にあたるものになっていきます。例えば 傘を刺したなんていうふうに防線部は引っ張ってあったらその「傘」という言葉を手がかりにその原因となる部分まあ原因というのはね実は理由と類義語になっていきますから、えー、その部分をちゃんと考えていくおそらく本文中に雨か雪か または評価おそらくどれかがですね出てきますからじゃあその情報をちゃんと押さえるというふうにまたこれも防線部から要は答えを考えていくっていう作業になっていきます。では実際の文章に戻りましょう